何座っていうんですか、翼神座って翼神座って何座ですかね、何座っていうんですか、なんかみんなやめなさいよ、乾杯、はい、じゃあどうも、どうもお疲れ様、どうもお帰り、あ、大さんお帰り、お疲れ様です、大さんお帰り、おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい、レンちゃんごめんちょっと付き合ってもらっていい、はい、いないだけ、ここに立つと蘇る、込み上げる記憶読み返す、春風に舞う長い髪、とはいないことでまた騒いだり、桜で生ました語り明かした思い出は俺輝いた明かした、桜散る頃出会い別れ、それでもここまで変わらぬままで咲かした目、君離した手、いつしか別れ壊したね、桜も季節に取り戻す、あの頃そして君呼び起こす、花びら舞い散る叩いた、でも手をすり抜けた花びら、初めてわかった俺はかかった、この場所来るまでわからなかったが、ここだけは今もなぜ定めのように香る風、暖かい日の光がこぼれる、目を閉じればあの日に戻れる、いつしか君の面影は消えてしまうよどこかへ、あの日以来景色変わらない、散りゆく花びらは語らない、桜の下に響いた君の声、今も桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる、浮き止まない春の風、あの頃のままで、君が風に舞う髪かき分けた時の淡い香り戻ってくる、二人約束したあの頃のままで、
舞い落ちたひとひらの花びら手に取り目をつむれば君がそばにいる桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻って出会いの場所であるファンでこんな4月1日の忙しい中これだけの席を確保してくださってやらせていただけるって本当にすごい報道の皆さんはじめベンちゃんあとファンのスタッフの皆様に本当にありがとうございます。バギーに通ってもう 7,8 年ぐらいに多分もう僕にとって最高の名店で、はい、もう皆さんにとっても本当に素敵なこのね場所だと思いますので、またみんなで番でよいしょー。